どうも、ヌヌです。ラジェット&クランクザ・ゲーム第7回です。久しぶりに実況動画を上げます。今回、ネビラ G34。こちらに行きましょうか。メインミッションかな？いやー、ラチェクラ久々。前回の第6回をアップロードしたのが、3月14日。になるので下手したら2ヶ月か1ヶ月半以上ぶりな感じですね。こちらのミスターズーコンが、キャプテン聞こえる？こっちは位置についたよ。フォーリングスター作戦準備 OK さ。了解、そのまま進んで。僕はここから監視しているよ。私のデータベースによると、ビッグボスの重要実験装置を運ぶシャトルに向かってるようっす。どんな悪い実験してることやら、この目で確かめてみっか。お尻から入るんだ。侵入者確認、侵入者確認。奴らが侵入したぞ。今すぐに武器を探してデンジャーどもを全員し、こんなグラフィック綺麗だったっけ。武器選ぶのはどれだっけな。フュージョンボムじゃなくてコンバスター、コンバスターがいいかな。最高だな。一度噂だ。ドサクソやっけろ。こりゃ。なかなかね、操作が思い出せない。ラジェット、ボーリングスター作戦はどうなってる？ああ、ちょっと邪魔入ったけど、やってるよ。アップグレード。プレデターロケット。ああ、これいいね。
バイシリンダーが必要。こっちから行けるのかな。エアロックの向こうにビッグボスのプロトタイプメカを感知したっす。今ならミスターズーコンが買えちゃいますぜ。エアロックの外調べる。よし、これできる。なんすかね。ついてるっすね。ガジャボットのアップグレードチップっす。アップグレードしたからプログラミングし直せるはずっす。うまくいってるよクランク。ガラメカを手に入れたっす。ねえねえ、それ何？バーサグラップラ？いや違う、新型のグラボマチックイオンスプリッターとか。戦利品は山分けだぜ。これは私がもらっておくっす。でもまだプロトタイプメカが近くにあるっす。それも回収するっすよ。たくも。これは何？これはなんか使えるのかな。そういうこと？これで？パワーポットにして？やれば行くと。あ、なるほどね。こういう使い方か。ブリッジポットに変えなきゃいけないのね。やったっす。これまた大変だ。でこいつを持ってって、アップグレードしたからプログラミングし直せるはずっす。でこれをブリッジポットにして、で置いて橋になってもらうと。
じゃあそこはパワーが必要だから。こいつを戻して持ってきてパワーポットになってもらって開けてもらうと。またパズルっす。スプリングポットになってもらって上行ってこれを手に入れてのここでパワーバックでしょ。多分あいつは使うと思うから回収しておいて、であいつを持ってくる。でこいつ動かす。マグネブーツを見つけたっすよ。これからそっちに戻るっす。すっげえ、マグネブーツ欲しかったんだ。やるじゃん。また後で。マグネブーツを履きこなせないクランクはラチェットに渡したのだった。で、マグネブーツが手に入ったから、すべての目的をコンプリート。他の星に行くか。ベイビーステーションもっと調べなきゃ。ブラックウォーターの地下下水道でスパイシリンダーを探す。ということはブラックウォーターに行かなきゃいけないんだ。今回ここまでにして次回ブラックウォーターの方に行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。